準備完了。何かよ、あたしは高くつくわよ。すみません。じゃといつでも銃が2丁なら弾も2倍当たるんだぜ。じゃあ仕事を始めるか。依頼目標、温度器が積まれたコンテナの捜索。貨物が紛失した地点はこの付近です。外観の一致するターゲットは発見できませんでした。とりあえずこの辺りを探してみよっか。使えるルートを新しくマークした。
物が手に入ったらここから出よう。潜在かな。うん、これで分岐スイッチをおしっぱにできるね。これを押していこう。端っこまで押しちゃわないようにね。これって線路の分岐スイッチ？新しくマークしたよ。ほら、行こう。
どこかに行って。光栄に思いなさい。じっとしててください。
今日は新作があるよ。ねえねえ、見ていかない？最後にもう一回運試ししない？幸運が舞い降りてくるかも。ようこそ。今日は新しい豆が入っていますよ。
ルナだ。またいいのブナだ。やっと来たな。ビリー、君が DM を送ってきてから数分もしないうちに来たつもりだけどね。確かにそうだけどよ、ゲーセンから楽しそうな音が聞こえてくんだって。ここでお預けを食らってんのがどれだけ辛いかわかるだろ。ところで聞いたか店長、ゴッドフィンガーのリニューアルオープンで新作が2台も導入されたらしいぞ。そのうちスネークデュエルってゲームには2対2のチーム対戦モードがあるんだってよ。なあなあ、俺と組んで他のプレイヤーと対戦してみねえか。ああ、やってみよう。ビリーと一緒のチームならきっと退屈しないだろうしね。へえ、店長なら俺の実力を信じてくれると思ってたぜ。よし、今日はこの最強タッグでゲーセン中に俺らの名を轟かせてやろうぜ。そこまで言ったからには足手まといにならないでくれよ。その心配はね。店長が来る前にドアの隙間からたっぷり予習しといた。もう頭の中に戦術はできてるぜ。早速突入しようぜ店長。今日は混んでるし早くしないと埋まっちまうぞ。悩みなんて忘れてゴッドフィンガーで楽しむとええ。
start. Thank you.
要救助者と一致する生体信号を発見。このエリアで捜索を行ってください。要救助者の位置を速やかに特定すべくルートの再構築を補佐します。探索ルートの情報を更新しました。要救助者の位置を特定しました。測定結果によると要救助者の所在地に危険があります。速やかに救助を行ってください。情報を解析しました。指定された額のギアコインを支払うとドアが開く仕組みです。残念ながら施錠機構が知能化されていないため私には介入できません。称号命令を受け救助に来ていた調査協会の調査員です。調査員から提供されたキャロットのデータを受領。ルートの解析を開始します。探索情報を更新しました。近くのホローデータをスキャンしよう。新たな探索エリアを表示します。探索ルートの情報を更新。上層エリアをご確認ください。
救助者の所在地に到達しました。要救助者の状態を確認中。社員番号1592380、バイタル興奮、侵食深度なし、対象を落ち着かせる必要があります。推奨平手打ち。いって、ボンプにぶたれたのは初めてだぜ。すまん、すぐフォローから出る。前方に知能を持つ生命体を発見。装備からホローレーダーと推定。調査協会が公表しているデータによると、当該グループによる詐欺被害は年々増加しています。接触の際は十分にご注意ください。探索情報を更新しました。ホローレイダーが教えてくれたとこに行こっか、お兄ちゃん。うん、 HDD に検出されてないエリアだね。このキャロットのデータを使ってみよっか。新たな探索エリアを表示します。新たな探索ルートを検出。上層エリアをご確認ください。ここでもデータをスキャンできるね。新たな探索エリアを表示します。探索ルートの情報を更新。上層エリアをご確認ください。
ターゲットを排除する。ギアコインを支払いました。認証成功。ドアが開きます。要救助者の所在地に到達しました。要救助者の状態を確認中。社員番号1686389、バイタル正常、侵食深度軽度。速やかにフォローから離脱する必要があります。要救助者が安全なエリアに移動しました。救助を続行してください。要救助者の所在地に到達しました。要救助者の状態を確認中。社員番号1586305、バイタル昏睡、侵食深度普通。早め、要救助者が安全なエリアに移動しました。救助全員無事に見つかったね。さあ離脱しよう。全ての要救助者の救出に成功。依頼を達成しました。お兄ちゃん、やっと来た。ほら、こっちこっち。まずは状況を説明してくれないか。ああ、このゴミ袋、中は壊れたボンプの信号発信機でパンパンだよ。これだけあったら小型の信号遮断機数台分になるんじゃないかな。これでやっと千里眼&地獄耳の人工知能フェアリーに内緒で話ができるよ。お兄ちゃん、彼女について一回ちゃんと話し合おう。うん、実は僕も君とこの件について相談したかったんだ。マスターなんて呼ばれていい気になっちゃわないか心配だったけど、ちゃんと警戒してたんだね。安心安心。フェアリーがプロ騎士の活動に関わるようになってからしばらく経つけど、最近お兄ちゃんのフォロー脱出ルートの演算は彼女に任せっきりなの。お兄ちゃんも気づいてるでしょ。彼女はローカルデータに一切頼らない。それで何のサポートもないのに以前の私たちより270倍も早くルートを算出してる。彼女はフォローのデータを一瞬で取得できるみたいなの。前に
全都市 80% 以上の知能設備にアクセスできる権限を持っているって言ってたけど、あながち嘘じゃないみたいだね。今までの私たちはせいぜいフォローの一角しか見えてなかった。それが今や彼女のおかげでフォローの全貌までつかめるようになったわけ。けど、うまい話には裏がある。か、フェアリーの存在は確かに災いを呼ぶ可能性だってある。そうだよね。フェアリーは新エリートの上位勢力が夢にまで見た力を持ってる。私たち悩みの種どころか次元爆弾みたいなのを抱えちゃってるんだよ。あと彼女がお兄ちゃんのところに無理やり押しかけた時、その時まで規約になんとかって言ってたけど、具体的な話は何もしなかったよね。これも引っかかってるんだ。だけどフェアリーの力をうまく利用できれば、ずっと調べてきたあの件も突破口が見つかるかもしれない。先生の悲願だってかもね。とにかく何とかしてフェアリーの正体をはっきりさせなきゃって。急いでも仕方ないよね。フェアリーのことはこれからゆっくり調べよう。まあ彼女の隠蔽能力は結構高そうだし、この前のハッカーみたいなことも起きないよね。そういえばジャトヤに調査を頼んでいたよね。進展はあるのかい？それがね、特に進展ないみたい。ニコは匿名の下請け業者から金庫の依頼を受けたから、関係者とは一切会ってないんだって。この前関ヶ組を糸口に手がかりを探してみるって言ったきり、何の連絡も来てないの。なんだか当てにならない気もするし、面倒ごとに巻き込まれてさえなきゃ十分だよ。大事は小事より起こるなんて言うけど、あの人たちはそこから大事を教授にしちゃうもんね。うん、いろいろ話せたし今日はここまでにしよう。お兄ちゃん、最近はインターネットの新アカウントの名声上げだったり、ビデオ屋の経営だったりであんまり休めてなかったでしょ。今日はテレビでも見てリラックスしよう。
この柱は誰にも止められない。重工施工班班長安藤だ。やるぜ。この罪を許し、忠誠を称賛してくださいますよ。準備完了。じゃあと、よっしゃ。あなた様のために。いいぞ。今度は重労働か。何なりとご用命を。何、見ないでください。俺らの出番だぜ兄弟。あなた様のために。ジャトヤにかかれば万事解決。よっしゃ。何なり。銃が2丁なら弾も2倍当たるんだぜ。いつでも出撃可能よ。何、見ないでください。何なりとご用命を。
じゃ、トヤにかかれば万事解決っ